はい、実践不動産投資塾、今日もですね、元気に動画撮っていきたいと思います。素人不動産投資験パターンその後、今日はその後についてお話ししていきたいと思います。その後はですね、いきなりアパートはダメっていうことですね。いきなりというか、いきなりステーキ、いきなりステーキ、今大変ですね。まあ、業態ね、ほとんど他業種に身売りするって言ってますけど、このいきなりっていう言葉、イメージ悪くなりましたね、随分ね。まあ、そういう意味合いでも書きましたけど、いきなりアパート、まあ、ダメっていうことですね。なぜいきなりアパートがダメなんでしょうか。皆さんどう思いですか。いきなりアパートね、いきなりいいんじゃないですか。いきなり戸建てから始め、戸建てとかね、区分ワンルームマンション同士でダメならアパートならいいだろうというふうに思う方、どうです、いるじゃないですか。いや、私自身ね、アパート持ってますし、アパートマンションで、ね、まあ、生計も一部建ててますんでね、全然問題ないですけど、素人がいきなり最初にアパートを手にするっていうのはすごく無謀なんですよ。それはね、いろいろ事情がありましてね、アパートっていうのは基本ね、郊外になってる、駅近じゃないことが多いんですよ。駅ね、駅からだいたいね15分から20分、まあ、ものによってはもっともっと遠くに立ってるのを歩いてね、アパートっていうんですよ。特に郊外そのパターンがすごく多い。駅前アパートたまにありますけど、駅前アパートっていうのはかなりね古いか、かなりね、なんて言いますか、ローカル線の人気のない各駅が止まるところとかだと思うんですね。まあ一般的にアパートから駅から大体10分か20分ぐらい離れてます。まあそういうところしか建てれない。で、そもそもアパートっていうのはどういうものがアパートなのかといいますとね、今ね、大手さん、大東建託さんとか、東建さんとか、清和建設さんとかね、まあいろんなメーカーさん、デベロッパーさんあると思うんですけど、まあ地図持ってね、その土地の地権者、持ち主の方のところに行ってピンポンとしてね、そのまま土地の状態だと税金が高くなりますので、アパート建てませんかっていう気になってね、平成の、ね、初期からね、まあ今でもそういう業者さんいますよ、家主さん一軒一軒回って足で稼いでね、アパートを建てさせて、じゃあオーナーさん縄文負担してもらって管理費もらってやってるところがほとんどなんですよ。つまりね、場所ありきじゃないんですよね、土地ありきで動いてるんですよ。その土地があれば、そこのオーナーさんをうまく巻き込んでやってる。つまりね、計画性も何も特にないんですよ。契約さえ取れればね、そこでアパート建てるっていう方針でしたから、そこにニーズがあるとか需要があるっていうのは全然関係ないですね。特にレオパレスが、ね、建ててるワンルーム、皆さん不思議に思いません？郊外、駅から随分離れるところのワンルームね、あんなところに建てて本当に部屋が困るのか見てますと、完成して2年も3年も経ってるのにまだ1回も入ってない部屋がザラにありますよ。それはどういうことかというと、土地から探してその土地に建てるのが目的ですからね。オーナーさんを儲けさせるのが目標じゃありませんので、ね、そういったデベロッパーがあると、今現在もありますのでね、そういったアパートを素人のあなた自身が買ってね、成功する可能性がどれぐらいあるのかっていうのを考えてもらうと分かると思うんですね。また客付けの能力にしても、まだ素人の段階ですから、地元業者さん、不動産業者さんとのつながりっていうのも随分少ないはずです。1からスタート、つまりね、マラソンしてよーいドーン 42.19 キロを走る、誰が一番最初にゴールするのかっていう種目ですよね。それの一番最後の一番最高列の、今まだみんなが走ってるのにスタートしていないのが自分だと思ってます。その状態からアパートを買って本当にうまくいきますかってことなんですよ。ですから最初は僕よく言いますけど、いきなりアパートを買うのではなくね、まず戸建て、古い戸建てから買ってね、不動産投資とはどういうものなのか、でこういうふうにすれば入居者は喜んでくれる、また地元業者さんともどういうふうにすれば恋にお付き合いしてくれるのか、それはあなた自身の人間力とかいろいろ問われる部分ってありますよ。そういった部分をね、いろいろ考えて経験して初めてその次の段階ぐらいでアパートを持ったのがいい。あとね、アパート、まあ、競争力がすごく厳しいです。まあ、さっき言ったこれでもそこそこ競争力あるんですけど、アパートっていうのはね、一般的に
部屋が何個もありますよね。こう部屋が何個も何個もある、部屋が10個も20個もあるケースもありますよね。そういった分の部屋がこう空いてくるわけですよね。で、近隣にも同じようなアパートが建っているはずですよ。この人たちと戦わないといけないんですよね、あなた自身が VS 戦っていかないと。そこのメーカーさんの建物に質では勝ってるのか、家賃ではそこより安いのか、また部屋は綺麗なのか、入居者も満足してもらってるのかっていうところで、延々と他の業者さんと戦っていかないといけないんですよ。こうやってできますかってことなんですよ。戦い続けないといけないですからね。それができるのであればいきなりアパートを買ってもいいと思いますけど、戦い続けるというのは何大抵の努力じゃありません。ですから最初ね、アパートを買うというのはとってもね、考えた方がいいんじゃないかなというふうにね、以上の理由から思いますってことで、今日は以上です。ありがとうございました。あ、またね、こうやってね、実践不動産投資塾では、まあ今日は僕塾長の意見だけだったんですけど、こんなマンションを買おう、こんなアパートを買おうと思ってるんだっていう意見をね、実践不動産投資塾の方に入ってもらって、情報の方をアップしてもらったらね、今では50人以上の方の目があります。50人以上の方が見てもらってね、いいと思います、悪いと思います、それぞれの意見があります。決めるのはあなたですけど、あなた自身が考えてね、判断するよりも、不動産経験たくさん豊富な方もたくさんいらっしゃいますのでね、そういった方の意見を聞いてもらうっていうのも、ね、一つの方法だと思います。過去の事例でね、営業マンと1対1で話したら勝てるわけないです。営業マンってそれだけ知識もあります、スキームもありますし、返し言葉もありますので、そんな方とね、争って本当にいいのか悪いのかって話して、答えなんか出るわけないのに、向こうは売りたいに決まってますからね。そういったことでね、そういった実践不動産投資塾コミュニティの方もね、お役に立ててもらえばいいんじゃないでしょうか。ということで今日は以上です。ありがとうございました。